トラさんのセリフをつぶやいたりとか、プライベートでしていたんです。光の揺らぎというか、観光、フィルムって観光するじゃないですか。広告のビジュアルに関しては、この観光をさせて、キャストを紹介するという形で、進みました。見えないものに思いを馳せるというか。私はゴーちゃんに幸せにしてもらおうなんて思ってません。ねえ、やりきれない夜だけ。間違えたんだよ、あいつは。よしこちゃんは不幸だったって言うのか。今からやり直せばいいだろう。どっちの効果を選ぶかよ。それが人生なんでしょう。台本から取り組みました。志村さんへの気持ちも込めて、巻物、蛇腹の巻物みたいに見た後にも聞く、うんポスターになってると思います。監督の映画を見たことがない世代の方とか、映画館には足を運ばないっていう方々との間のご縁をつないでるっていう感じですね。他のもう一つですね、もうそういうコミュニケーションするデザインやアート、物を作ることがなかったらどこに向かっていいのか、何を発していいのかわからなくなっちゃいます。